ちは。こんにちは。こんにちは。柔らかい挨拶だね。いいですね。いいですね。なんか癒されますね、本当に。癒されるね。あの山川とか、今ね64本ペースでホームラン進めて、まあセリーグではやっぱ注目は村上が30本いくかどうか。いいですね。っていう、いやみんなの期待はもういってほしいな。ホームラン大好きですから。で19歳で球団史上初でしょ、4番打ったの村上が。だからそういうすごい選手が現れて30本打てるのか。はい。ちょっとタロットか、はい、イエスノーでいいか、イエスノーで聞きします、はい、どっちか行く、山川、山川さんの方行きましょうか。山川のホームランは夢があるよね。ありますね。この間やっぱ沖縄で打った時もね、あれは地方の球場とか打ってくれるんですよ。いや打ってますね。これはね、やっぱプロとして素敵なことだよ。でみんなで、そうっすね、バカーイってやってて、ファンになりますよ、あれは。なるよ、なりますよ、あれは。だから、50本超えるかどうか、イエスね。よしな、50本は。いやちょっと可能性は、あれよりのなし。どっちもすごい逃げたな。ってことはなしっすね。そうなんですよ、あの基本このまま行くとないだろうっていうから。いや、俺は聞きましょう、これは。でも、もしかしたらだんだんちょっとこう視野が狭くなるっていうのが出てて、見向き取れなくなるっていうふうに出てるので、はい、今の感覚からちょっと変わってきちゃうかなっていうのが出てます。おお、勝負しなくなるかも。あ、そうですね。ありますね。確かにその可能性あります。ボールが増えるから、本当にこう作戦を周りが立ててくる可能性もありますね。ただあのアリウムなしにした理由は、はい、アドバイスがポジティブなんですね、はい、あのこれ喧嘩とかっていうカードなんですよ、はい、山川選手と張り合えるホームランバッターが出てくるといけるか。あれだよ、楽天のブラッシュ、あブラッシュ、あ追ってるよ。シビスよ。暇さえあれ打ってますもんね。いや、暇じゃないんだけどね。暇さえあれ大体つけたら打ってますもんね。また打ったのか。新聞もよく見るもんね。ブラッシュ、ブラッシュ、はい、だから可能性としたらブラッシュかなっていう。ああ、そうですね。だからライバルに寄ってっていう。寄ってな感じだ。なるほど。はい。じゃあ村上が30発打てるか。いやー、これは。いや、俺はね、クリアすると思うよ。いや、もう。行きそうな気しますけどね。いや、それで打点も今トップかなんかなんだよね。おー、まあ日によってもうどん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 ちょっと入れ替わるんだけど、だからまあ3割は無理かもわかんないけど、30発100打点いけるかどうか。いや、ありえるかもしれないですね。本当に夢ありますよ。うん、いつでしょう。おー、早い、早いぞ。早っ。じゃあ30発打ったらあの子だったら俺100打点いくと思う。おー、行く。ちょっと待って。あ、行かない。あ、これ100打点は行かない。100打点は行かない。はい、30発の方は、はい、本人それしか見てないって出てる。ああ、そうそうだな。そこに余裕はある。自由にやんなさいって。おお、なるほど。100打点の方は、はい、まあランナーがいるかどうか。そうなんですよ。チームの状況もありますもんね。変わらないって出てるので、はい、ちょっともしかしたら。なるほど。それバレンティンの後ろを打つっていうのはきつい。じゃあバレンティンはさらっていくもん。まあ確かに。掃除した後ですもんね。それは確かにありますね。でもね、30本はあの実にできそうですね。なるほど。楽しみですね。これしか見ていないという。あと、菅野の状態。これはもう期待ですね。今年どうなのか。これは期待ですね。だって巨人の運命も握ってるでしょ。あの子ですよね。腰の違和感という。それがどうなのかっていうところだよね。わかんないよ。私も今年の菅野投手は見ていてすごいなんていうの、ショックに近いものはありません。いや、打たれたもんね。なんかすごいあまりにも違う。菅野じゃないよね。じゃないように見えて、すごく私も気にかかるので、ちょっとしっかりめに、しっかりめに、ちょっと本当にもうイエスかノーかじゃないからね。そのレベルじゃないの。今その結構塞ぎ込んでいるのでは、それが良くないと出ます。でも、何かは掴みかけてるとは出てます。
はい、新しいプレースタイルというか、うん、新しい菅野さんになっていく流れですね。ニュースが、うん、ニュースが、それは本人にとっては理想とは違うかもしれない。おー、うん、ちょっとこうそれまでのやり方とかそれまでの理想を捨てていくような感じですね。ちょっと吹っ切れますね。この交流戦あたりの6月とかこのあたりで吹っ切れていく。でそれによってもっとこう自分はこれを目指していたっていう選手からは一旦離れるというか理想を下げる。これをなんか具体的に言葉にすると、いや具体的に言えばメジャーを見てたけど、うん、一旦体の状態だとかいろんなことを見て一旦ちょっと巨人に気持ちを落ち着かせる。なるほど、それはいうことなのかなっていう。そうですね、うん、私もそんな感じをしました。で原監督は おじさんだからさ、うん、おじさんを裏切っていくわけにいかないと。うん、だっておじさんと一緒に野球やりたいっつってドラフト蹴って、うん、1年間浪人して巨人に入ったわけだから、はい、だからそこら辺の気持ちがちょうどメジャーに行こうかなって考えてる時期におじさんが監督になっちゃったんで、はい、そこら辺の気の迷いが出たのかなっていう。あ、うん、やっぱりメジャーを見てたと思うんだよね。やっぱスワンぐらいのピッチャーだからさ。そうですね、まさにそう、あのこれ船出のカードが逆になってるので、はい、船出しないとか旅に出ないっていうか、まさにじゃないですか。じゃあなんか当初前巨人をご覧になっていた時に、うん、菅野選手をぶっ壊した方がいいみたいな感じをね、うん、最初言われてたじゃないですか。それはやっぱ、まあ、今の話聞いて思うんですけど、それもやっぱ継続中というか、そうですね、結局そのなんだろう、まあ、そのキャッチャーを交換した方がいいとかって話もあったじゃないですか、はいはいはい、バッテリーをちょっと変えたりとかっていうところを踏まえてのなんかこう目指すものを変えていくというか。そうですね、確かにそれも加味してのものですね。でもそれができていきそうなんですよね、壊すっていうのが。やっぱ長く自分が納得して野球やっていくために理想を下げるとか、多分本人はそれまでそんなこと考えはなかったはずなんですよ。でもこれからはそういう自分が抱いていた固定観念とかこだわりを壊して理想を下げてでも新しい自分になっていくっていう。まあ頭のいい子だからね、やっぱり理想を描くよね、はい、ピッチャーとしてね、こういう抑え方をしたいという、うん、でもそれに変化を加えていくということでしょ。あの例えばですけど、はい、例えばですけど先発菅野さんとか置いといて、先発をとにかくやりたいっていうピッチャーがいたとしても力が及ばない、それでは発揮できないということで中継ぎに回るとか抑えに回るとか、なんかそういう空気なんですよ。その理想を抑えて、そういうことなんですか。あ、じゃあ抑えに持っていく可能性がある。いやちょっと私そこまでなんて言うんでしょう、野球のことは詳しくないのでその可能性とかは分かんないんですけど、どうしてだろ。いや本当にその辺はちょっと分からないですけど。でも分かんないですよね、最終回出てきたりとか、うん、そうですね、あのちょっと理想の憧れの選手からは下げてでも野球を続けていくっていう選択肢。なるほど。だからそのメジャーのことは一旦置いといて、巨人に身を捧げ困ってる抑えを今年はやるために一軍に帰ってくる可能性もあるし、ただね、金属疲労が来てると思うよ。毎年かなり投げてるから。そうですね、正直消耗してるとは出てるんですけど、いやだからこの時期抹消された時期っていうのは有効的に使ってほしいよ。そうですね、そうですね、ちょっと休めてほしいよ。そうですね、もう本当野球から離れるぐらいの気持ちで一旦休むみたいな感じにもなりそうですし、そのぐらいなんていうかこう自分を一回癒してあげる、まあ、リセットする、リセットね。でも結果的にいい方に進まれるので、はい、また一味も二味も違う菅野さんが見られると思います。いやじゃあ楽しみ待ってたらいいね。そうですね、応援したいですよね。めちゃくちゃバッティング良くなったぞ。そっち、うん、野手になって帰ってきて、野手になって帰ってきて、ありますね、めっちゃ面白い。ありえるんじゃない。それもありえるんすか。でもドライバーえぐいとこらしい。めちゃくちゃとこらしい。いや可能性ありますね。原監督が言ってたよ、飛ばしてなんぼじゃないんだよって言ってたけど、負け惜しみじゃないですか。いやいや、だから原監督もめちゃくちゃ飛ぶんだけど、それかなり置いていくっつうんだ。マジっすか。プロゴルファーになって帰ってくるみたいな、そういう可能性があるんだよ。失礼しましょう。